こんにちは、板垣です。今日はですね、こちらの、ちっちゃいライト、スルーナイト TI というキーリングライトについて紹介したいと思います。板垣 .tv もですね、やっとというか、いよいよ、モニター依頼というのをいただくようになりまして、このキーリングライトも、スルーナイト社さんより、ご提供をいただきました。はい、では、箱を開けた感じですけども、こんな感じになってます。スルーナイト TI という、この TI という名前はですね、チタンの、TI ということで、このちょっとね、鈍い金属の感じになってて、かっこいいですね。で、このなんていうんですかね、滑り止め加工みたいなのと相まって、なかなか高級、まじまじと見てもね、高級感あるような感じがします。なんかね、多分、ちょっとしたプレゼントなんかでね、男性がこういうのもらうと結構、嬉しい感じかもしれないですね。そしてチタンということもあってですね、非常にこう、今電池入ってる状態なんですけども、非常に軽いです。電池を抜いたらね、本当にもう持ってるの分かんないぐらい軽くなってます。まあ、キーリングライトという名前の通りですね、要するにあのキーホルダーなんかにこうくっつけ一緒にくっつけて、いつでも使えるようにというタイプのライトだと思います。なのでやっぱ軽さっていうのは重要ですね。で、先に、電源の話なんですけども、こういう、キーリングライトというのは大体そうなのか、単4電池1本で動くようになってます。なんか外国だと、3A が3つで、トリプル A 電池っていうんですかね、を使うタイプのキーリングライトですね。で、実際の使い方なんですけども、スイッチ類っていうのはついてません。どうやって点灯させるかというと、中の電池をこうねじ込んで、接触させることで、つくようになってます。そして、明るさは3段階選べます。まずこうやって今つけたね、すごく超、少ない明かり、ちっちゃい明かり、そこから1段階消して入れると、進みます。中くらいの明るさ、まあ、この明るさだったら、家の中でね、例えばあの、ブレーカーが落ちたから探してこいっていう時にはこれぐらいで使えるかなって感じです。そしてさらに、消してつけると、一番大きな明かり、これはかなり明るいですね。160ルーメンという明かりなので、ちょっと比較対象が分かりませんが、分かる人は分かってください。162ルーメンの非常に明るい光、普通の、要するに昔ながらの、懐中電灯より全然多分明るいです。そしてこのライトにはもう一個、モードがあって、ここから進めると、ストロボになりますね。このストロボっていうのは普段どういう使い方をするのかなかなか、分からないんですけども、まあ、例えばね、アウトドアとかだったら、まあ、合図をする時とか、もうそれこそ遭難してこうやって救助してくれなんていう時に使うといいかもしれないですね。まあ、こうしてあの明るい部屋の中で照らしててもよく分からないので、暗い中で、照らしてみたバージョンは、こちらになります。はい、それでは暗いところで試していきましょう。まず最初の一番弱い明かりですね。これついてますが、もうほとんど手のひらに当てないと、分からないぐらいの小ささです。次に中くらいの明かりですね。こうやって照らすとも分かる感じ、ね、この室内が今そんなに暗くないので、効果がちょっと分かりづらいですが、十分部屋の中は、分かる状態、手のひらに照らすと、かなり明るい感じですね。そして、一番強い明かり、もうこれだと、部屋の中何がどこにあるのかバッチリ分かりますし、相当明るいです。手のひらに当てると分かると思いますが、かなり明るい光になってます。そしてこれがストロボですね。だんだんね、ポケモン現象みたいになってきちゃいますが、こんな感じで、一番強い明かりでストロボになっています。はい、というわけでスルーナイト TI を、照らした感じを見てもらいましたが、まあ、アウトドアでね、多分もう使うことになると、やっぱりテントの中とか、例えば夜ね、真っ暗の時になんかこう物を探さなきゃいけない、まあ私の場合はあれですね、ヘッドランプだけはいつも持っていくので、まあ、それで事足りるということもあるんですけども、例えば今度、ちょっとトイレ行こうかなっていう時に、
頭にね、つけていくよりはこっちの方が簡単かなと思いますし、あとまあ軽さっていうのもかなりアドバンテージになると思うので、どっかにね忍ばす1個忍ばせておけば、緊急の時にも使えると思うし、そういうねキャンプ中でも、何かと使う場面は出てくると思います。ちなみに、先ほどの一番明るい明かりだと、30分ぐらいの点灯時間になるので、そういうね電池面のことは、気をつけていった方がいいかもしれないですね。一つこの、スルーナイト T-HI を使ってて、気になる点1個あります。ですね、この切り替えですね、切ってつけると切り替わる、今大でしょ、小、中、大、次がストロボになるんですけども、このストロボになるためには、ですね、説明書見ないと分かんないんですけども、説明書英語なんですけど、説明書によると、説明書によると6回、アクティブに、要するに6回ひねればストロボになる、ただし、メモリー外でという、ことになってるんですけども、例えば1回小、中、大、最初は小、もう1回小、中、大、ここからひねればストロボになるんですよね。でもう1回ひねると小、中、大になった、小、中、大、小、中、大、ストロボ、あれという感じで、ちょっとね分かりづらいです。私が分かってないだけなのかもしれないですが、毎回ね小中大ストロボ小中大ストロボってなる方が分かりやすいかな。まああとは結構この、ね、スライドっていうのも、慣れないと、ちょっとねこう接触がムラが多少あるかな。うん、なので、ちょっとね使うのに慣れが必要かなっていうのはこの、TI にはありますね。とはいえまあその小中大ストロボとかね、毎回このやるようなもんでもないと思うのでそこまで気になることではないと思います。このスルーナイトの TI、ぜひね今度は、アウトドアの、シーンでもね使ってみたいと思います。なかなか、ねいじくっているたびに好きになるような、ライトだと思います。以上、キーリングライト、スルーナイト TI の紹介でございました。